中年オタッキーです。ここのところね、視聴者様から提供いただいたカメラやレンズのね、開封動画が続いておりましたが、ちょっと一休憩ついて、またあるんですけどもね、今日はとりあえず写真の話、撮ってきた写真のね、カメラとレンズの話をしていきますね。今日撮ってきたのはね、このカメラ。はい。ニコマート EL になるんですけども、ついているレンズがね、ズームニコールオート、4386ってやつです。これ多分ね、ニコン初の標準域ズームレンズなんじゃないかなと思うけどね。で、このレンズはね、ジャンクカメラについてきた、ジャンクのね、ニコマート FT2 についてきたレンズになるんですけども、結構曇ってたんですが、全部分解してね、綺麗になってます。完全なバリ玉になってます。カビてないのがね、幸いして、曇りはあったんですけどね、カビはなくてバル切れとかもなかったんですね。で、カメラはね、視聴者様から提供いただいたカメラになります。これはね、高川さんから提供いただいたニコマート EL になりますね。ヤフーコング別名桃色山梨さんからも、同じカメラ提供いただいてるんですけども、それはまだちょっと後日登場します。そんなわけでね、この4386を、つけて撮ってきました。どんなレンズなのか。まあ今日フィルムの話ももちろん加わりまして、紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回使用したね、このね、ズームニコールオート、F3.5-4386。43パー6っていう人もいるみたいですけどもね、国産初ということですね。今ちょっと調べてみたらね、標準域のズームとしては国産初ということになって、ニコンのズームレンズとしては3番目みたいですね。1963年に発売したレンズということですね。価格はちょっとないんですが、国産で初めてという正し書きがつくのは、博識な読者の方ならご存知の通り、1959年にドイツフォクトレンダー社のレンズシャッター一眼レフ、ベッサマチック用の、フォクトレンダーズーマー F2.8-3682 というズームレンズ、が発売になっていたからであるということですね。世界で2番目だったのかな。これ、今これニコンのね、サイトに、紹介されている文章ということになっていくんですがね。多分世界で2番目の標準ズームということで、レンズ構成はこう7群だ。7群9枚構成のレンズということですね。このレンズをね、今ね、流通しているニコンのレンズとしてはかなり安く仕入れる部類のレンズになると思います。で、発売した時期が、まあ、ニコン F がね、流通している時期になっていくので、ニコン F とかにつけて撮影していた人も、まあ、多くいるんではないでしょうか。直進式のね、ズームということでね、まあ、昔のね、ズームレンズは大体この直進式だったんですが、ちょっと面白いのはね、このヘリコイドのところはちょっと動くんですね。ズームしたらちょっと動くのがちょっと面白いところですね。で、今回ね、使ったフィルムが、アリスタエリウルトラ100というフィルムになります。以前もちょっと出しましたけど、以前出した時はね、コダック T-MAX 100とのね、比較をした動画を作ったんですが、結構ね、いい写りというかね、いい感じに撮れるフィルムになってきますね。コダックの T-MAX 100と比較してもね、遜色ない写りで、このフィルムは使えるなと思ってね、今回使用してきました。で、ニコマート、まあ、EL と、まあ、このアリスタエイリウルトラ100とこの4386の写り、どんな感じだったのか、ここから作例になってまいります。一応ね、ニコマート EL って AE が使えるんですけど、全部、ね、いつものように山間露出で撮ってきました。そんなわけでここからは、作例の紹介になってまいります。作例になってまいりますが、ニコンのね、レンズらしくね、まあ、ズームということなんですけども、解像度はしっかり出てますね。この辺はね、もう絞り8、シャッタースピード250、日中ということでね、撮っておりますがね、解像度はしっかりしていると思います。このようにね、強い光、暗っ
てもね、まあこのぐらいでは大丈夫ですが、直接レンズにね光が入るような場面ではちょっと苦しいレンズになるかもしれないですね。このようにコントラストもねはっきりしていて写りは良好だと思います。この写真を見るとねちょっと反射光にフレアが広がっているのがわかるので、やっぱ強い光には弱いかもしれませんね。これはテレ側で撮ってますが、テレ側のボケはそんなに綺麗ではないですね。まあ広角側の方のねボケはね、ここまで気にならないというか、まあ、比較的綺麗な部類にはなると思います。でね、このレンズを語る上でね、周差ですね。このね、写真を見ればわかりますが、電柱が歪んでるのがわかりますよね。これはね、鉄塔がね、歪んでるのがわかると思いますが、これもそうですがね、周差がかなり、湾曲周差って言って、樽型にね、画像が歪む、周差が出ます。かなり光学がね、周差が大きいということなんですけど、まあ、このような感じでね、このような、アングルで撮るとね、その周差を逆に、こっちも、この写真もそうですけど、周差を逆手に撮ってね、ちょっとね、エモい写真が撮れるという、ことを狙えるレンズだと思いますね。まあ、周差がね、湾曲周差が出るレンズっていうのはね、よくないレンズと広く評されるんですが、まあ逆手に撮れば面白い写真が撮れるという意味ではこれぞオールドレンズの味じゃないのかなとも思います。まあ初期の頃のね標準ズームということで、まあ湾曲周差、まあ出ても仕方がないと思うんですが、後にね AI ニッコール AI ズームニッコール4386っていうのも出て、こちらではね相当改善されてると思うんですけども、こちらもねミッシェルさんにいただいたレンズを持っておりますので、将来的にはねこの Q4386 と C4386 のね画質のね差をね紹介していこうと思いますが、まあ、今回はとりあえずこんな感じで終わっていこうと思います。フィルムなんですけども、今最近はね、その WX をよく紹介しておりますがね、アリサ AD ウルトラ100もなかなかいいぞということで、次回の動画というかね、ちょっとまたね、開封動画を挟みますけどね、その次の動画に、はい。これね、こっちのね、4386は高川さんからいただいたやつになるんですが、ちょっとバージョンが後のやつですね。ズームニッコール CO と、4386で、これ C がつくということは、コーティングなのかな?コーティングが違うのかもしれないですが、こちらはね、銀縁で、こちらが黒縁なんですが、見た目は同じなんだな。それ以外はね、ズームレンズの中身もほぼ同じような感じになります。このね比較、動画を作るんですが、もちろん、フィルムはねこちらコダックの WX を入れました。コダックの WX とねアリスタエディウルトラ100の写りどのように違うのか、はい、がっつり出ましたが今回はここまでまたその次のね、動画をお待ちくださいということですが、ここからはね視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターは北野隆さんですね。こんばんは。投稿者、写真投稿をお願いします。3枚組写真です。タイトルは晴れの日のスナップ、オリンパスペン EE3、 フィルムは富士 C200 です。なかなか晴れる日がなくフィルム撮影進みませんでしたが、晴れた日に2時間くらい歩いて77枚撮り終わりました。気ままにパシャパシャ撮った写真です。どうぞよろしくお願いしますということで、作品なんですけどね、まあ、ペン EE3 でね、C200 サイドが高めのフィルムということなんですが、こんな感じに映るんですね。まあ、北国という北海道ですね、雪がたくさん残っており、2枚目はね面白いフレアが広がってますね。ペン E3 でね、レンズに光を直接入れるとこんなフレアになると、クロスフィルターが入っているような現象が出ております。3枚目の方はね、雪をね描く、なんていうんですか、これシャベルっていうのかな、これ雪国にはもうありがちな装備なんですけどもね、
まあ、ペン E3 で撮った割にはね、カラーとしてはかなりいい仕上がりになってると思いますね。僕がね、カラーで撮るとね、ペン E シリーズはだいたいもやっとした写真が多くなるんだな。ただね、その、固定焦点なので、非常に難しい、作画は非常に難しいものになります。オリンパスペン E シリーズでね、面白い写真っていうか、素晴らしい写真が撮れるようになるの、本当に難しいんですね。構図と被写体勝負になってくるんでね。北野高さん、まだまだご精進ください。77枚大変だったと思います。2時間で撮り切ったということですね。で、次はね、ドリームロコモーティブ様の投稿ですね。いつも、ありがとうございます。オタッキーさんお疲れ様です。いつも楽しく拝見しております。写真データの整理をしていて、久しぶりに何か投稿してみようと思い1枚選んでみました。前回の作品投稿が2021年3月ので1年ぶりの投稿です。写真は2年前に明治神宮行った際にスナップした1枚です。この手の写真は苦手な人もいるかな。タイトルはハンターということですね。カメラリコー CX3 ハイコントラストモノクロモードで撮影。お散歩スナップ用で持ち歩くコンデジのリコー CX3 ですが、特にハイコントラストモノクロモードは森山大道さんってかな、が尿の写真に仕上がるので、気に入ってよく使います。特に暗い場所では高感度ノイズが乗れば乗るほど味が出ます。ストリートスナップで有名な森山さんですが、かつてのフィルムカメラのリコー GR1 を愛用していたこともあるので、メーカーも意識してこのモードを作ったのかな。機会があればメーカーの人に聞いてみたいところです、という作品なんですけどもね。もうかなり背景にね、映っておりまして、そのカマキリの背中が光ってるようにも見えますね。またね、そのかなりノイジーで背景ボケのところにノイズがかなり混じっているのがわかると思います。このリコー GR1 のね、ハイコントラスト、モノクロなんですけどね、ソニーのハイコントラストモノクロとはちょっと違う感じになるのかな。まあ、コントラストが高いところには変わりがないんですけどもね、ちょっと比べてみたいですね。リコーのね、デジタルカメラを持ってないで、僕のところでは比べようがないんですけど、ドリームロコモーティブは確か両方持ってますよね。もしよかったら、作例を送っていただければ嬉しく思います。はい、ドリームロコモーティブさん、投稿ありがとうございます。次はね、四日市の中年男さんの投稿ですね。中年おたけさん、こんにちは。1枚ですが、2枚分の作品投稿です。どういうことかと言いますと、2月に多重録音の撮影をしたからです。あまり詳しくはありませんが、今はパソコンで合成したり、デジカメで簡単に撮れたりできるでしょうから、フィルムで多重録音で撮影する人も少ないと思いますので、挑戦してみた次第です。カメラはオリンパス OM1、フィルムはベルビア100、レンズは月の部分が随行 85250、F5、夜景部分が 75150F4 です。タイトルは今宵の月でお願いしますということで、作品なんですけども、これは見事な多重録音ですね。いやー、これね、あのディテールがちょっと月の部分と街並みの部分で違いますけど、スローシャッターで煙が流れてるところとか、非常に雰囲気が良い写真になっておりますね。これね、多重録音、月の部分がね、暗いところに映ってるのがミソですね。多重録音はこういう撮り方をすると成功しますね。1枚目と2枚目でね、その黒いところを利用するっていうのがね、ポイントです。だから夜撮った方が成功しやすいということになりますね。見事な多重録音写真ですね。中年、四日市の中年男さん、ありがとうございます。次は一都市九さんの作品ですね。ソフトフィルターを多用してみましたということで、タイトル1枚目が蛇口、2枚目がね、照り返しということで、カメラどちらもニコン F フォトミック、オートニッコール 135mmF2.8、ケントメアパン100で撮られております。で、2枚ともソフトフォーカスということでね、いや、ソフトフォーカスの良さをね、存分に引き出しておりますね。光がね、強い被写体で、フレアを広げるという手法で、見事な作品になっております。2枚ともね、いい作品になっておりまして、特に2枚目が好きですね。切り取り具合が抜群だと思います。はい、一都市九さん、投稿ありがとうございます。次はケンタロウさんの投稿ですね。おたきさん、こんにちは。ケンタロウです。投稿させていただきます。タイトルは昭和。
カメラはローライ35、レンズはテッサ 40mmF3.5、 フィルムはシーガル400の自家現像です。今でも生かしたアメ車を見ると息を飲んでしまいます。フィルム価格の値上げが心配ですが、これからもフィルムカメラ存続のために撮って買っていきたいと思います。オタッキーさんも体ご自愛くださいということで、作品なんですけどもね、これね、ちょっとアウトフォーカス気味に撮ったんでしょうね。それがものすごくいい味を出しております。なんかね、こうなんていうんですか、雑誌の切り抜きの写真みたいな感じに写っておりますがね、雰囲気のある写真になっていると思いますね。ピントがバリバリに出た写真だけが写真じゃないぞというね、いい見本だと思います。はい、ケンタロウさん投稿ありがとうございます。で、今回タイトル画面なんですけど、めちゃくちゃに悩みました。めちゃくちゃに悩みましたが、コストがかかっているということで、そんなんで選んでええかいということで、中年、四日市の中年男さんのね、今宵の月、この作品に行こうと思います。多重録音作品がタイトル画面を撮ったのはちょっと初だったんじゃないかなと思いますが、今日の作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、あきじゅんさんの俺のカメラですね。俺のカメラに初めて投稿します。カメラは娘にサンタさんはいないと言ったあの日のイブにいただいたキャノン A1。 コツコツと自分好みに仕上げて一段落。ヤフオクから品物が届くたびに妻に告げ口する娘、告げ口、事情聴取、反省の弁、それをかいくぐって完成させるカメラには愛着意がありません。かっこ笑い。最終手段で呆れられるっていう点もありますが、まだ撮っておき起きますということなんですけどね。まあ、オタッキーはとうの昔に呆れられてるんですけど、でね、カメラなんですがね、これもタイトル画面行きましょうか。これはタイトル画面決定ですね。もうね、レアモンが2つね、これ、オリンピック限定キャップですかね。何オリンピックだっけ、これ、リレハンメルだっけ、なんだっけ、モントリオールだっけ、もう忘れた。でね、350万台販売 A1 のね、記念ストラップなんですけど、このストラップも状態がめちゃくちゃいいんだな。これはすごいな。よくありましたね。これ結構今値段するんじゃないかなと思いますが、あきじゅんさんね、この写真タイトル画面に使えていただこうと思います。作品的にはね、芸術的な作品ではないんですが、物がレアすぎです。そんなわけでね、今日の動画は終わっていきます。いかがだったでしょうか。まあ、フィルムをね、変えるとね、写真が変わるということでね、まあ、モノクロ写真は特にそうなんですけども、現像の仕方とかもね、変わるということで、今回やっていってるわけなんですがね、次回のね、この WX との比較、これ非常に楽しみだと思います。なんといってもね、前回その、TMAX100 とね、比較してもね、遜色がなかった、まあ、アリスタエディウルトラ100、吸入剤のね、フィルムでね、まあ、フィルム写真らしいね、調子で撮れるという部分ももちろんあるんですけども、それをね、果たしてコダックの WX が上回っていくか、価格的に言ったら圧倒的にね、アリスタエディウルトラ100の方が安いことになるんですね。それをね、そのどのぐらいコダックのフィルムが差をつけるかっていうのがね、TMAX100 もコダックはコダックなんですけど、どちらが、エモく映るのか。まあ、TMAX100 はね、ちょっと優等生すぎる部分はあるんだな。もちろんそうなんですけどね、流暢感がほとんど出ないということでね、もうデジタル写真と間違えるような部分もまああるんですけど、私的にはね、T 粒子のフィルムで、いろいろ実は吸入剤の方が好きなんだな。まあ、その辺のね、話もね、ちょっと次回というか、一つ挟みますけどね、その後の動画でやっていこうと思います。はい、今日の動画はいかがだったでしょうか。まあ、高評価、コメントの方ね、いつも言っておりますがね、よろしくお願いします。あと、オタッキーの字幕付きチャンネルの方もね、ぜひフォロー、登録、チャンネル登録していただければと思います。海外の人にもオタッキーの動画をお届けして、みんなで世界中でね、フィルム写真をね、シェアしようということでね、もうフィルム価格がどんどん上がっていっておりますがね、ここの辺でね、ちょっと食い止めたいところであります。はい、今日の動画はこんな感じ。また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。